ちらパジャマです。これは割とそうね、この冬たくさん着たパジャマです。寝るときにあったかいの。これフードまであるからその分あったかいんだよね。タコさんありがとうございます。かわいいでしょ。変なパジャマなんでよ。かわいいじゃん。おはようございます。おはようございます。朝頭重そうって重いと思いますよ。それがそんなに甘くないんです。リボン邪魔にならんの、なんか可愛くない。朝早くからご苦労さん、朝早くから起きてくれてご苦労さん、ありがとね。それで学校行くのなわけ。明けおめ10回ありがとう。ファッションセンター島村どうした急にどうした急に。可愛いパジャマだけど子供感がある。可愛くない。でもレイバーの端ありがとう。リボンとかめっちゃ大きいよ。え、めっちゃ大きくない。ほらこんなに大きいんだよ。なんだこれって感じ可愛い。ドラミちゃんっぽいけど違うんだよね。ね、大きすぎて草って可愛いでしょ。目が開きません。何回もまばたきして一回だけパッて開いてみてそしたらすぐ起きれるはず。知らんけどかわいい、ありがとう。後ろ姿どうなってるか見たい。はい特に何もないでしょね。あきあめありがとう。でもなんかさ、ドラミちゃんって言われるとさ、本当になんかドラミちゃんにしか見えないよねこれあきあめありがとうございます。尖ってる。え、尖ってる。あ、フードがってことよいしょよいしょ。ハズありがとう。今日はあの前髪を、そうなんかあの学校帰りにお仕事があるので今日は前髪をスプレーできない日なんかお仕事があるとやっぱさ、その夕方さ前髪をさセットしてちゃんとスプレーしたいじゃん。でも朝からスプレーしちゃうと夕方もそのままぐちゃぐちゃのままなんかスプレーついたままやるとめっちゃやりにくくてすごいなんかチリチリになっちゃうのだから今日はあの前髪を固めれない日あ、ありがとう。くっつけもできない、くっつけもできないその格好で前髪直すの草いいじゃん。別にこの格好で直してもねチリタン、そうチリタンになっちゃうからさ。あ、ありがとう。ハタハタありがとう、ありがとう。なんか今日はなんか、まあ、そうは見えないかもしれませんがなんか実力テスト的なものがある朝です。今日はハタありがとう。タコさんありがとうございます。学校でなんか実力テストがあるよみたいな、うんうんまあ実力をね測るテストなんで、まあそんなにね緊張することはないんですがハタありがとう。まあ、自分の実力を見せればいいだけってテストでしょ。だから実力をちゃんと見せてこようと思ってそう。でもなんか本当に先生に、先生がなんか言ってて、なんかこれは実力を測るテストだからそうって言ってて、まあ、本当に質問しようかと思った。はい、実力がない場合はどうしたらいいですかめっちゃ質問しようか迷ったよねこれ本当に結構本気で思ったよねちょっと待ってね、えさすがポジティブシンキングタン、イエイ。どれもありがとう。5分遅刻すいません、チェックしてくれてありがとう。どれもありがとう。わらわらでしょ。今日の服装かわいいですね。ありがとうございます。ちょっとだけでもいいから緊張してください。はい。はいはい。可愛いお部屋にお住まいですね。ありがとうございます。ここはちなみに勉強机の一角です。留年する気満々や。違うよ。土星論って思ってしまった。おい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 。
おはよう、ありがとうございます、朝から起きてくれて、ゴゴゴゴゴン、ありがとうございます、マークマン、ありがとうございます。勉強できない勉強机って失礼、ここでできるよ別に、ここの下のところで、カン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 、ありがとうございます、ありがとうございます。留年だけは気をつけて、ガチで説教やん配信付けだと思ってました、違うよ、今来た、はい6分遅刻ありがとう来てくれて、少し寝坊した、今日は寝坊が多いぞ、まあ、そうだよね6時だもんね、ありがとうございます。わりわり、おはよう、おはよう、おはようございます。え、今日はなんか寝てる時に、いや留年ぐらいいいじゃん、あ、そういう感じみんな早くありがとうございます。なんか今日はなんか起きた時になんか今日めっちゃ高いなと思って、そう、ももも自分のお部屋で寝てるんですけど、ももも今日のお部屋がめっちゃ暖かくて、今日はこんな暖かいんで、学校行く日にこんな暖かいの嬉しいなと思ったの、先生ありがとう。そしたらなんか暖房ついてて、あれって思って、そしたらなんか多分なんか知らぬ間になんか多分暖房エアコンをタイマーつけちゃってたみたいで、なんかいつからか知らないんだけど暖房がついてたの、寝てる時に。だから今めっちゃお部屋があったかくて、だから今日まだなんか寒いところに出てないから、しかもこんなあったかいの着てるから、寒いところに出てないから、なんかどれぐらい今日寒いのか分かんない、なんか勝手に暖かいって思ってるそう、外は寒いよって、あ、寒いんだ今日、めっちゃ寒い、電車での地獄、寒いの、冷房じゃなくてよかったって、確かにそれは嫌だね。おはようございます、おはようございます、今日昼間は暖かいよって、あ、そうなの、昼間は暖かいらしいけど、あ、そうなの、窓を開けて換気してみよう、何保健の先生みたいなこと言うじゃんピカピカハンマーありがとう。今お外は0度よ、え、本気マジ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 、わあ、 0.5 度ぐらい、え、それはさ、そっちの地域じゃなくてね、昼間はまあまあ暖かくなる、もう教室はめっちゃ暖かいの、教室はなんか暖房がついてるので教室はめっちゃ暖かくて、廊下出た瞬間びっくりしちゃう、焼き餅ブーン、お餅ありがとうございます。愛知は朝寒い、愛知朝寒いよ多分どこでも寒い、寒いですよ愛知県も1時間目寝ないように、1時間、あ、ヒートテックめっちゃ見えてた1時間目寝たらさ、テスト中じゃん、ね、もーちゃんの家は田んぼだから寒そうだ、確かに、あ、なんかお雑煮じゃない、おしるこありがとうございます。田舎は風を遮るものがないから、え、そうだよね、1時間目から寝るでしょ、ももたん、そうですあんた、ありがとう、テストだからこそ寝て、そう、テストのあの静かな空間めっちゃ好きなんだよね、めっちゃなんかね、わかる、寝るのも実力のうち、え、めっちゃ素晴らしいこと言うね焼きまちぶーん、お餅ありがとう、マリン高いってもなる、お家はあるよ、2階建て今日もありがとう、テスト中は静か当たり前やん、最初のテスト何の教科かな、え、わかんないあ、なんか教えられてない、
後ろのお友達に起こしてもらわないと。いや実力テストはちゃんとするよ。だってもう昨日ちゃんとなんか一応なんかこれはなんか実力テストにちゃんとなるかわかんないんだけど、一応ちゃんと勉強したもん。ちゃんとなんか英語の先生がなんかこの実力テストは、本当は実力テストって成績に入んないんだけど、あんまり成績に入んないテストが多いんだけど、なんかしっかり入るからちゃんと勉強してきてねって言われたから、ちゃんとしたよ。だからちゃんとやってくるよ。レイボーの星ありがとう。そうテストの時の席順は番出席番号順、どうだろう。なんかいつもの定期テストは出席番号順だけど、どうなんだろうね。名前書き忘れないね、さすがに大丈夫。レイボーの星ありがとう。やればできるってありがとう。何が一番自信ないって、数学かな。でも一応ね昨日ねできるまでやったもん。またありがとう。そうそう、なんかまた留年プリント増えても困る。あやあやオーダーおはようございます。今日もとっても可愛いで、オーダー嬉しい。今日もとってもありがとう。ね、やっオーダー最高、やっありがとう、ありがとうございます。全部ペーパーテストしただよ。ダンスのテストなら100点なのにね、どうかな。それもね、それも分からんけど、すごいずっとなんか人数カウントしてくれてる方がいる。あと15人で5000人だってありがとう。じゃあ5000人じゃない、1500人だってありがとう。ね、ありがとうありがとう。レッスゴー頑張れ。レッスゴーやめて。やあオーダー最高ありがとう。ショールームテストなら間違いなく100点、そりゃもちろん、なんて言ったってショールーマーだから。それはもちろん、ショールームのテストなら何でも答えられるよ。ハプニングの対象の対法、あ、ハプニングの対処法とか全部答えられるよ。配信を切ってしまった時はまず罰を押して、配信を切らずになんか配信を退出するってとこを押して、一回画面を縦にして戻すとできて。全部わかるよ。だいたいショールームはバグったら、あの画面縦にすればだいたい戻る。そう、だいたい何でも戻るよ。そう、何でもわかるよ。あんた、ありがとうございます。おお、そうなんだ、そう、そうなの。それは私らも知ってるやつだって。なんか他のメンバーでも知らないメンバーもいるじゃん。でもみんな知ってるじゃん。だからみんなもショールーマンなんだよ。初見さん、SK48とチーム S の16歳に平野モノです。来てくれてありがとうございます。朝からありがとう。モーダーに引っ張られた、テレビ壊れたら叩きます。だからそれは違うって。レッスゴー。急にレッスゴーやめて。知ってるけど使ったことはない。配信中にスカート破れたらどうしたらいいの。スカート破れてるとこ見せずに後ろ向きに下がる。実体験です。それで学校に行くのか。あったかいからいいけどね。なんか電車の中で目立っちゃう。そうそうそう、配信したことないだろうね。でもなんかワンのファンの方でいたの。なんか東海でなんか僕なんかインスタライブをなんかこの前やりましたって方がいたの。そう言ってたの、ファンの方が。なんかこの前俺なんかインスタライブしてみたみたいな。もももインスタライブブラックパールぐらいの時しかしたことないのに。ハートありがとう。
それではテロップ出しまーす。じゃーん、1312日ありがとうございます。アームさんと一緒にしたやつね。あ、それそれそれ、ピザマンです。今日は朝ごはんにピザマンを食べたよっていう絵です。熱々でもうなんかチーンした輪っかだったから熱々だったんですけど、普通ちょっと待てばいいんだけど、でももう熱々が好きだからもう頑張って熱って言いながら割りました。ハートありがとう。肉まんとの違いは、まあ絵だけで見ると分かんないかもしれないんですけど、まあその色合いだったりね。1312日ありがとう。お風呂上がりのモモさんって違うよ、猫舌っぽいけど猫舌じゃないよ。モモ全然違うよ。弟がめっちゃ猫舌、モモは全然違う。猫舌ではないけど無理やり熱いもの食べてやけどする人はーい、ここにいます怪我さん違う毛じゃないから。で今日さ、いつもより早めにさ小ロビしちゃったよね。いつもさ平日だったらさ6時15分だよね始めるのって。もう今日6時からちょっと時間間違えちゃって15分早くなっちゃった。ごめんね、でも見に来てくれてありがとう。まあでも今日はテストだし、なんかちょい早く行こうかなって思ったので、もうそろそろランキングを読みたいと思います。もうそろそろ家を出ます。朝だねそれではランキング読めます。13位でんでんのヘイちゃんの方ありがとう。眠いっすって起きてくれてありがとう。さっき松屋行ってきた。え、めっちゃ元気じゃんめっちゃ元気な方いるけどどうしたすごいね。12のルーさんの方ありがとう。早い方が助かります。あら、ほんとよかった。11のうさちゃんがわーってしてる方ありがとう。10の新幹線のポポーの方ありがとうございます。申し訳ない、この後二度寝します、おやすみありがとう、わざわざ来てくれて。9位のうさちゃんがニンジン食いしてる方ありがとうございます。8位のななかきさんの方ありがとう。テストで寝ないですか？寝ないよちゃんと頑張ります。ラッキーセブンのパンダのパンダじゃなかった、プリンの方めちゃ似てない、ありがとうございます。6位ててんのおるさんの方ありがとう。自分もちょっとだけ二度寝する、二度寝ってでもいっぱい 寝すぎちゃうから、もし予定があったら寝すぎないでね5位のサロカスの方ありがとう。4位のお魚おばちゃんやでって方ありがとう。3位のピーマンありがとうございます。2位の生まれたの方ありがとうございます。それでは今日の1位、電車の中で二の寝します。寝過ごせないようにね、ここどこやってなって寝過ごしちゃうと大変なことになっちゃうので気をつけてね。それは、あ、落ちた、ね、それはももだも気をつけてね。あ、はいそれではいきまーす。ピンポンポンポーン、ジグ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 ジャン。今日の1位は
じゃあ全身見せるね。せーの、配信ありがとう。めた早さ。こちらこそありがとう。それでは行きまーす。せーの。ありがとうございます。はい。今日はこれはズボンです。短パンとかかと思われる方もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが。こちらズボンでめちゃくちゃあったかい。あらあったかそうでしょ。ドラえもんみたい。確かに。あったかそうでしょ。確かにあったかそうでしょでしょ。あったかい。めちゃくちゃあったかい。なんかダサ。なんで？かわいいじゃんね。ほら。イエイ。こいじょ。これで暖房あったかそうでしょ。はい。そのままサンリオのショーでしょ。どういう感じ？ということで。お邪魔ギフトもありがとうございます、ね、すごいこの時間からありがとう。この時間で集まってくれた方だけで写真撮った。ありがとうございます。お邪魔ギフトもありがとうございます。こんなね朝6時からすごい2000人の方も集まってくれてるよ。2195人の方、朝早くから本当にありがとうございます。今日は木曜日、1週間ラスト2日、お仕事学校、お互い頑張りましょう。ボンボン学校行ってきます。みんなも行ってらっしゃい。それでは二人したいと思います。左手出して、右手出して、せーの、二人ありがとうございました。バイバーイ。たくさん見てくれてありがとう。行ってらっしゃい。バイバーイ。ありがとう。